大阪府立貝塚高等学校は、大阪府貝塚市にある公立の総合学科高校。知的障害生徒の自立支援コースもある。かつて、日本で唯一の学習定時制課程を併設していた。略称は、貝高。太平洋戦争前に、実業学校として設立され、幾度も改編された二世総合学科の高等学校となった。 総合学科の系列として、人間と共生、生活と創造、自然と環境、情報と産業、文化と表現の5つの系列を設置。生徒は各系列の開校科目から希望科目を選択する。社会福祉や農業、工芸などの実習科目も多く開校。農業や被服などの科目は、かつて設置の全日制家庭普通科。 園芸家及び定時性家程、学習定時性家程の名残で、実習用地の農場も高違いにある。また、人権は、いい人間関係の基本との考えから、人権教育に注力。2015年11月には、親よる、虐待死の寸前を経験した e トの島田太鼓を、招いて、虐待予防教育講演会を開いたり、自立支援コースの知的生徒らと共に学ぶ。 いわゆるインクルーシブ教育やブラック問題に関する教員研修も充実させたりしている。2020年7月には教職員が新型コロナウイルス感染症に感染したため26日まで臨時休校となった。1939年仙南郡貝塚町に設置された公立青年学校大阪府仙南郡貝塚。 実業専修学校を母体とし、1941年に大阪府泉南郡貝塚実業学校として創立した。入学資格は尋常小学校卒業程度で、当初は工業化と商業化を併設していた。1943年5月1日、貝塚町の市政施行に伴い、貝塚市立実業学校へと解消。1945年、商業化を廃止し、 海塚市立工業学校へ改編した。戦後の1948年の学生改革により廃止となった海塚市立高等女学校の生徒の一部を受け入れ、男女共学の海塚市立高等学校に改編。第一本科第二本科ともに工業科商業科普通科を設置した。翌1949年大阪府に移管され、 大阪府立海塚高等学校となった。遺憾と同時に工業化、商業化の募集を停止したが、定時制商業化のみ1951年に募集を再開している。1950年、大阪府立農業高等学校の機能を遺憾する形で農業化を設置した。なお、府立農業校の前身は、府立大阪農業専門学校の本科で、 1952年に廃止された。2004年に全日制総合学科高校に改編された。これに伴い従来の全日制普通科、園芸科及び定時制課程は募集停止となっている。先週地域の地場産業は、1964年、東京オリンピック五輪女芝礼金メダルなど、東洋の魔女と呼ばれた日望海塚に象徴される繊維産業。 その防石工場の2交代勤務に合わせて1966年、働きながら学ぶ人を対象にして、学習定時制の家庭が貝塚高校に設置された。貝塚高校を2003年に取材した産経新聞の地の教訓によると、学習定時制は高度経済成長期に人手が欲しい企業側と、貧しくとも高校だけは卒業して欲しいと願う親、 生徒側の希望が合致した教育を重視する日本ならではの学校で愛知県、岡山県などでも誕生。大阪府立では4高校に設置されたが、横山高校は1978年に、仙南高校は1996年に、泉高校では1998年に廃止された。21世紀まで継続し、日本で唯一となった貝塚高校の学習定時制は、 生徒の勤務に合わせて通信制を併用し、授業も、被服や手芸など、実習科目に重点。定時制の週は午後3時10分から夜7時30分まで、通信制の週は朝9時15分から昼前11時25分まで学ぶ。校長の坂上秋人によると、生徒数は最盛期320人いたが、現在、3年生12人、2年生9人、1年生7人、 まあ、偶然の投下と言えるかもしれません。翌年の1年生は3人で、対する学習定時制の教員11人だが、教育とは、国家100年の刑であり、経済効率だけの考えになじまない面があり、学習ならいけると地元に加えて、九州、四国から志願者がありますと地野の取材時に語っていた。だが、学習定時制の生徒を採用していた、位社のうち社が、 採用資格を高卒に変更しており、産業構造の変化や学校改変に伴って2006年3月に廃止された。各習定時制の卒業生は約1200人。九州や四国など遠隔地から入学の生徒が少なくなかったが、校長の坂上が入学式や卒業式で生徒に必ず強調する一言、今この瞬間を一生懸命生きろ。 落ちで行くように、各州定時制の生徒は労働と勉学で、多忙ながらスポーツの全国大会でも活躍。その証のトロフィーが数多く残っている。水間鉄道海図市役所前駅政治、経済学術、芸能スポーツ。ありがとうございます。